ったって入れるの？え？え？え、マジで？ストリートなんかできねえじゃん、こんなの。人見ねえ。すごい出方。なんかすごいな。そうやろ？このエリア、もしかしてやばい？どこにも普通に。ああいうフレンド書いてます。おはようございます。8月27日、ここのガソスタのお兄ちゃんに、ずっと止めれないから出て行ってねって言われて、今から出て行きます。まあ今から、ベルファスト行きます。あ、そう。Wi-Fi が送ってくれないことになりました。なので、それの新しいちょっとやり取りを WhatsApp でしないといけないんですけれども、そのために北上しながらあるサービスエリアで泊まって、Wi-Fi あるところで泊まってもっぺんやり取り しようと思ってます、はい。まあなかなか大変ですけれども、っていうかこの旅ってマジで人間力試されますよね。あのどんだけ臨機応変に対応できて、どんだけコミュニケーション能力あって、どんだけ、まあ、あと集中力とか、もちろん音楽の能力もそうやけれども、ストリートやるためにこう柔軟性求められたりとか、多分ね、総合力高い人じゃないとこの旅できないと思うな。すごいでかいっちゃう。あ、スーパーあるな、多分これ。まあ、でかいですね、サービスエリアが。なんかある程度食材とか変えたらいいなという感じです。トラックのところ止めるか。あれ、この車の電気こっちに供給できるんですよ、要は中で冷蔵庫使えたり、でそのための線もあったり、ただ単にハザードとかのための線もあったりとかいろいろあるんですけど、必要ならハザードとかつけばいいので、その線は傷ついてないと思うんですよ。はい、はい、ありがとうございます。はい、あ、これじゃなくて、バタナイフ。バタナイフ危ないからこれ。なんか乾燥してひび割れて壊れちぎれそうですけどね。これが離れた時にこれがギュッて引き金になってブレーキの役目を果たすんですよね。でもなんか仮にどっかに引っかかって勝手にブレーキかかっちゃって嫌だなと思って、僕は上に上げたいんですけど、かといってここら辺に絡ませて引っかかった場合に勝手にブレーキになっても怖いしなとか思って、ちょっといろいろ考えているんですが、こう。めちゃくちゃ下手です。あ、違う。絡まさない。なんか注意事多いな。これも、ああ、これでも突っ張れちゃうか。これ、このコードあるやん。はい。絶対この上から巻き上げたってほしいね。はい。これを締めたこの、まあ、今になってるみたいな状態でってことですよね、うんうんうん、で下からこれ通すと、はい、今これ擦れてるな、こんな状態になってる。あー、なるほど、うん、でも一応ウインカーとかハザードちょっとついてるから、はい、その線は切れてないから大丈夫だと思うんで、うん、ちょっと心配やな、うん、あ
かりました。ね、そうですね。アイルランドのサービスエリアで、チャイニーズなんかあの何だっけ、酢豚みたいな感じのと、焼きそばの味はどんなもの。うまい。なんか久しぶりにアジア料理というか中華料理食べました。あ、なんかちょっとホッとしますね。Wi-Fi なんとかなりそうです。 FedEx の、まあ、ゴールウェイの港に FedEx のオフィスがあって、そこに送ってもらえることになりました。多分明日か明後日ぐらいフランスから到着するので、まあまあちょうどいいかな。はい、だからこのまま普通にベルファスト行きましょう。 OK、 じゃあ行きましょう。左と指してるのもあるし、まっすぐ指してるのもあるし、あ、これおお、なんかぽい感じになってきた。なんかここなんすけど、はい、こんな簡単に入れる。あ、わかった。なるほど、わかった。まあいい、ちょっと待って、はい、back in the road、uh-huh. you can take a photo from there, but from here, from here you can take a photo from here, but back in the public road as well. Okay, okay. こっから写真は撮っていい、こっから撮っていいんや。ラッシーですよね。And then we bring you across at the airport. Okay, okay, thank you. No problem. Yeah. キャラバンをこっちに方向転換。はい、方向転換、向こうに時計回り行けますか、うん、せーの、いや、ベルファスト行くしかないでしょ、うん、一応観光だけするけど、念のため
ストリートできる用意を持っていきましょうか。頼む、いっぱいスペースあってください。お願いします。まあまあ大きそうやけど、どうやろ。これは言われなさそうやけどな、うん、こんなとこ いっぱいあるからよ。どうやろ。だから俺やん、ベルファスト何にもなさそうっすどうなんやろ。シティセンター行けば変わるかな。これシティセンターか。もうストリートなんかできねえじゃん、こんなの。人もいないし気がないか。すごいな。これ多分めちゃくちゃセンターじゃない？これね。ここがメイン通りですよ。うん。貴重になるっていうか、降りないかもしれないから、いっぱい取っといてください。わかりました。天気も輪をかけて、なんかこのゴーストタウンぶりを。すごいな、人多いな。あ、でもこの店かわいい。うん、これ何屋さん？これ。なんだろう。なんかライブミュージックで。プレイスオブワーシップ。場所は綺麗っぽいんやけど、なんかダブリンの賑やかさの20分の1ぐらいすごいな。月曜であんなにみんな酩酊してるダブリンの、まあベルファストってね、紛争とか結構ずっとあったから。ああそっか、そういうイメージ。そういうなんかね、カラッと明るい人たちって感じじゃないでしょうね。スーパーで買い物したいな。うん、スーパー行こっか。スーパー行きましょう。スーパー行って、うんうん、北に行こうかもうちょっとドライブしよう。でもはいはい、せっかく来ましたんで。さあタイタニック、ウォーターフロントホールド、タイタニック。そう、タイタニック号はベルファストで作られてる。おー、うん、そうなんや。だからタイタニック、うん、Google マップにタイタニックなんちゃらって書いてて何やろうと思ってました。しかしここあんまり緑がないね。ああ、うん、確かに。ヨーロッパには珍しく、この人頑張ってんな。よいしょ、よいしょ。なあ、頑張れ。でかい魚いるな。ねえ、あれカツオじゃないですか。これタイタニック。そうじゃん。なことないでしょ。モチーフにしてるじゃん。タイタニックベルファスト。え、マジで？ほんまに？ほんまに？そんなことないよね。そんなことないよね。すげえ。オーストラリア。確かにでかいわ。あーすごい。確かにタイタニックできるわ、あのでかさは。リチャード・ダブルとか？ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、どこに行け、どれを見ろっていうのがなんか。ちょっと待って、あおしまい。そうっしょ、これで終わり。お前なんかロッコアイランドよりしょぼいな。ロッコアイランド、ロッコアイランドなんかもうちょっといろいろあるね。マジかベルファスト、もっと俺を目覚めさせてくれよ。タイタニック、あれはさすがにすごいわ。あれはロックアイランドにない。タイタニックのドックって車を降りて散歩しないといけないんかもしれない。あー、なるほど。ちょっと待って、ちょっと待って、俺ちょっと見てきます。はい、そっから見れるかどうか、うん、初めて降りますベルファスタに。あ、でもこことか書いてんじゃないの、もしかして。期待できます。なんかあの、おお綺麗。
ちに見てもいいし。うわ、綺麗。なんかでもこれなんか異様ですよね。これがドック？はい。誰もいないね。下に降りれるようになってるから。ほんまや、なんかあっ、ちょっとすげえ。あれ？これどっから入るの？どこから入るの？さあ、これがタイタニック号が作られたドック。すごいでかさですね。ちょっと観光とか。肩車して、あげて上から撮っていいですか？おいよ。あ。怖っ。うん、見れてよかった。10番、1200円ぐらいの価値あった。じゃあください。ちょっちかな、新しい、なんか高級ノーパーキングって書いてるよ。え、マジか。だったらもうちょっと街の方というか、こんなにでかいのに誰もいないのに。っていうかもう本当にちゃんと、もっと大きいスーパー行こう、行くんやったら。これは何屋さん？これここなんか止めてもいいよね。でもいいよね、多分。どこがヤングシーズンボランティア。なんかすごいな。そうやろ。なんでこんないかつい。かわいいといかついよ、混合してるね。なんだ。いやー、やばい。このエリアもしかしてやばいの？ちょっとインパクトきついっすよね、うん、なんか普通にスーパーの前がこれっていうのがさらに衝撃です。これあそこには、タイタニックの船と言われてますね。すごいなぁ。まだ戦争は続いてるって感じします。卵、おはよう。2つで生きてる。2つで2ユーロ。安い。いいじゃないですか、オリーブオイル、うん、すごいね。エクストラでも普通のでも同じ値段。マジですか。いやー、アイルランド物価安いなぁ。いやー、ちょっと困るけどね。あ、こっちは1や。安っ。これでも、カップ麺、ごめんなさい、これ50ってすごいないですか。うん、カップ麺50とか75とか、そうですね、なんか100均。ジャパニーズカツカレー、どれ、どれ、うわー、なにこれ、キモー。胞子履いてるみたい。ちょっと足元に置いた方がいいかな。この方がいいですね、うん、卵もあるし。いや、ベルファストを離脱します、はい、タイタニックのドックと
なんかここら辺にちょっと紛争を思わせるようなペイント以外は本当に何もなくて、あとでも物価が安い、結構いつもより多めに買って、57ポンド我らの家に、お家にホットサンドとスープとかにしますか今日は。おー綺麗、かっこいい。何もなかったベルファスト。あ、こっちはこっちって言ってて、こっちはまっすぐって言ってた。これでも一旦戻った方がいいですよね。なんちゅうとこや、さまよった感すごい。あの農道でここが目的地ですって言われたら笑うよね。我が家は昔話なぁ。全然知らんなぁ。昔々あるところ、自分で話し始めた。おじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは芝木に行きました。やっとんな、芝木に来た。芝刈りに芝木に来ました。